皆さん、こんにちは。今日は久しぶりにデジタルミラーのご紹介をいたします。今日ご紹介するのは、ジョミセ。呼び方が少し違うかもしれないんですけれども、そちらの方はご了承いただきたいんですが、こちらの12インチのドライブレコーダー。こちらのご紹介を今日いたします。また、今回、Amazon はブラックフライデーということがありますので、この商品お買い求め今いただけますと3000円オフのクーポンが適用になりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。まず一つ目の特徴は、今音が鳴りましたけれども、このオープニングの画面が出た時の音、結構好き嫌いが分かれると思います。ジョミセの12インチのドライブレコーダーは周波数帯が非常に高くて、特にこう嫌味のない爽やかなサウンドになっていて、まあ何回聞いてもこううるささを感じないというところが一つ特徴としてあるのではないかと思います。これは非常に重要なことではないかと思います。やはり毎日使うデジタルミラーだったりすることもありますんで、オープニング画面の音というのはかなり重要な要素になってくるんではないかと考えます。二つ目は、何と言っても12インチの大画面スクリーンになっていると、まあ、いうことになります。まあこれによって非常にこの画面自体が大きくて、かつ170度の超広角カメラになっております。で、こう見ていただくと、この車線が5車線ぐらいまで見えてしまうということなので、このミラー、左右ミラーがあるわけなんですけれども、広角になっていることから、もうここだけで走行車が来ているのか来ていないのかっていうところも、この画面で見ることができるということで、安全の確保ができるというのが2番目、この12インチのミラーの特徴になります。で、三つ目。こちらになります。フロントカメラが 4K 2160p 相当の解像度になっているというのが特徴になります。今、前をお見せするんですけれども、こちら今、前の前方画面になるんですが、4K 相当となっておりまして、非常に高画質であるというのが特徴になります。かつ、こちらは、後ほど紹介しますが、超暗視機能、WDR 機能が搭載しておりまして、ソニーの CMOS 415センサーが搭載されているということから、暗い位置でも非常にくっきり明るく鮮明に動画が収録できるというのが3つ目の特徴になります。4つ目の特徴なんですが、これも何気ない機能なんですけれども、非常にタッチパネルの感度が良いということになります。ものすごくこのレスポンスが良い。で、今までのドライブレコーダーいろんなのが使ってきたんですけれども、なかなかこうレスポンスが悪いドライブレコーダー、こうやって下とか上とかこうするんですけれども、後から追いついてこうなんか下に行ったり上に行ったりみたいな、そんなドライブレコーダーもあったりとか、こうやってやってるんだけども、なかなか切り替わらないとか、そういうドライブレコーダーがあったんですが、これはかなりレスポンスがいいです。こう見ていただいてもわかると思うんですけど、項目設定するときなんかも、かなりこうスムーズなっていると思います。もう一発で、このような形で選べてしまう。こんな感じです。選べてしまうので、すごくレスポンスが良いと。いうところです。これは毎日、先ほどのオープニングの効果音の話じゃないんですけれども、やはりこう毎日使う場合もあると思いますので、まあそういったシチュエーションに合わせて、毎日使うものであればあるほど、やっぱりこうストレスのない操作性っていうのは、すごく重要な要素になってくるんではないかなと思います。すごくこのタッチパネルの感度がいいというのが4つ目の特徴になります。はい、で、最後にこちらの解像度、
お見せしていきたいと思います。それではまずこちらフロントの 4K 画像でのご紹介をします。もう見ていただいてもお分かりいただけるかと思うんですけれども、非常に高画質でくっきり高精細に映っているのが分かると思います。でもうそろそろトンネルに差し掛かってくるところになりますので、まあ、そこも見ていただければと思うんですけれども、もうトンネルの中も非常にくっきりと、でこの照明の乱反射とかも少ないので WDR もしっかり効いていますし、こういう暗いところでも収録できているということで、このスーパー暗視機能というのもしっかりと効いているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。こういった暗いところで事故を起こしたとしてもしっかりと証拠画像として捉えることができる、しっかりとした機能が搭載されております。はい、続きましてリアの収録動画になります。はい、リアも非常にくっきりと高精細で高画質になっているというのが分かりいただけると思います。リアは 4K ではないんですけれども、それでも証拠動画としてはもう十分すぎるぐらい解像度としても非常に高くて、今トンネルの方にそろそろまた差し掛かっていくんですけれども、暗視性能も見ていただければと思います。でちょうど今トンネルの方に入っていきましたが、暗いこういったトンネルの中においてもしっかりとくっきりと高精細に収録されているのがわかるかなと思います。でかつこう暗いところですと、この後ろの車のライトの乱反射とかも気になると思うんですが、そういったものも全くないですし、白飛びや黒つぶれ、まあ、そういったものもなくて、証拠動画としてはもう十分すぎる性能を兼ね備えているというのがお分かりいただけるんではないかなと思います。はい、ってことで今回はこちらのジョムセから出ております12インチの 4K のデジタルルームミラーご紹介をさせていただきました。こちらの方なんですが、価格は 14,900 円ということなんですけれども、今回Amazon のブラックフライデーということで3000円のクーポンが適用になります。まあ、それによって11,900円でお買い求めいただけるということで、まあ、1万円ちょっとで買えるデジタルルームミラーとしてはもう十分すぎるほどの性能を持っているドライブレコーダーではないかなと思いますので、まあ、こちらは使っていただいて、まあ、1万円程度であったとしても長く使っていただけるドライブレコーダーになっているということが言えるんではないかと思います。はい、ということで今回はこちらのジョムセの 4K12 インチのドライブレコーダーのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった車のガジェット系の用品紹介を最近力を入れてご紹介をしておりますので、いち早く新しい商品をご覧になりたいという方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。